こんばんは、すすきの YouTuber のドルフィンです。本日はこちら、階段ライブはスリラーナイトを持っています。夜の7番ビル5階、こちらの方に行ってみたいと思います。それでは皆さんに行ってみましょう。はい、というわけでやってまいりました。7番ビル5階、こちらですね。すごいですよ、もう扉が。階段ライブバー、スリラーナイト、ね、書いてますね。イベントとかもあるみたいで。そうね。こちらになってます。はい。ワンセット60分で、2500円、安いですね。飲み放題、濃いですね。非常にリーズナブルな、いいお店だと思います。じゃあちょっと開けて、中に入ってみたいと思いますね。怪奇現象が。こんばんは。骸骨が。そうですね。契約の方ですね。では、席の方にご案内してもらいます。はい。はい。なんかこう、すごい。こう、人がいるのかと思ったら。結構こう。人がいちゃったりするんですね。なんか何人かいますね。普通に。先着の方々がいっちゃう感じですね。すごい変なですね。よかったら顔も見てみてください。ちょっと怖いなこれ。これちょっと打ち合わせない。お、触るのもなんかすごい。はい、というわけでね、やってまいりました階段ライブはスリラーナイトです。こちらですね。もうこれ以上ないってぐらいのあれなんですけど、ちょっと怖いですね。周りがね、やっぱりね、雰囲気がもうね出来上がっちゃってるからね。というわけでちょっと店員さんの紹介をしたいと思います。はい、店長の三上ひなさんです。はい、よろしくお願いします。で、片手の翔平さんです。どうも翔平です。お願いします。大きめ。そうですね、もうこれ以上ないって語る前にもうね分かっちゃうと思うんですけど、このお店のコンセプトをまず店長の方から。はい、はい、このお店はですね、大人のお化け屋敷をコンセプトに、1時間に1回階段ライブを行ってまして、翔平のような専属の語り手がおりまして、当館でしか聞けないオリジナルの怪談話を行っております。でそれが全部実話なので、本当にネットですとか本とかでは聞けないような怪談話が聞きます。素晴らしいですね。もうなんか何回か練習したんじゃないかってぐらいの完璧な、もうやばい、俺の方がちょっと危ないんじゃないかって感じですよね。そうですね。はい。そしてここは結構フードメニューもね充実してるんですけど、なんかおすすめのものとかありますか？はい。例えばなんですけど、当館で取れた目玉を使った目玉ドリンクっていうのがありまして、例えばテキーラのショットの中に目玉が入ったメキーラっていうのがあるんですけれども、そちらが罰ゲームにもおすすめですので、例えばこういうお店、まあバーでもあるんで、まあ例えばグループ様で来ていただいた時に何かゲームをしていただいて、でその罰ゲームで飲んでいただいたりとかして楽しんでいただけるかと思います。あ、素晴らしいですね。ちょうどゆっくりまたそのゲームの方でねやってみたいと思います。はい、今日はですね、片池翔平さんから階段ライブを怖いちょっと一発聞かせていただこうと思うんで、任せてください。よろしくお願いします。片池さんって何人かいるんですか？あ、今現在僕を含めて全部で5人います。あ、5人いるんですね。でこれ5人が5人とも全員キャラクターバラバラなんですよ。でこれキャラクターバラバラだと同じ怪談ライブに言っても雰囲気自体がらりと変わりますので、これ何度来ても面白いっていう、もうまあいいお店ですよね。ああ、そうですね。もう素敵。旅に違うあれが聞いちゃうっていうね。通常声ないんですよ。飲める新聞です。よかったらちょっとみんなで肝試しにしてくださいねぐらいの感じでいいと思います。はい。片池の翔平さんにね、今日はね、語っていただきましょう。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。ありがとうございます。これはですね、ドルドル TV の撮影ということでですね、このステージに立たせていただいております。スリガーナイトの語り手、翔平でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。これからですね、当館が怪談ライブバーですからね、お時間いただいて、いろいろ怖いお話をしていきますけども、お二方、怪談、お得意ですか？大好きです。あ、大好きですか？力ない大好きですってますね。そんな得意じゃない。そんな得意じゃない。ああ、苦手な方もいるということでですね。松井さん苦手か。どうしましょうかね。僕、結構後味悪い怪談するっていうことでですね、お客様からですね、誹謗中傷をしっかり聞いていただいてると思うんですけども、この時間帯はですね、僕が友達から聞いた話を、お話しさせていただこうかなと。で、これがですね、もう2年ほど前でしょうかね、友達とお酒飲んでる席で聞いた話なんですよ。その友達が、なあ、翔平よ、俺、変な体験ちょこちょこするんだよ、最近。急にそう言い出したんですね。え？何？心霊話かい？って言ってみると、いや、そう。いや、でさ、いろいろあるんだけど、一番多いのがさ、ほら、俺今実家に住んでんだろ。実家に怒るんだ。そう言って話し出したんです。僕ですね、その彼の家知ってるわけなんですけども、地区がですね、約20年オーバー、2階建てのですね、割と立派な一軒家なんですね。で、この友達ですね、実家にまだ住んでるもんですからね、家族みんなで生活してると。で、この友達、職業柄ですね、仕事終わるの遅いんですわ。大体いつも家着く頃には、深夜の1時過ぎぐらい。その日もですね、疲れだから引きずりながら家に帰っていったって言うんですよ。で、1時過ぎ、テレビつけて、ご飯食べながらですね、ビール飲んでて、で、ずーっとビール飲んでるときに、時計をパッと見てみれば、もう2時過ぎてる。明日のこともあるし、風呂入って寝るかも。そう思って、友達ですね、ずーっとお風呂を向かっていくんですって。風呂場もですね、古臭い風呂なんですよ。今のお風呂とかでしたらね、結構、綺麗に白が貴重のお風呂だったりもするんですけども、その友達の家、風呂場のですね、地面とか、コンクリートみたいな感じで茶色いんですね。で、照明もですね、裸電球一家のもんですから、すごい妙な光なんです。そんな中、友達、いつも通り服脱いでってお風呂入る。風呂入ってですね、ぼーっとしながら、明日も朝早いんだよなーと思いつつですね、だいぶ10分、15分ぐらい湯船使ったって言ってましたね。体洗って、あとはもう風呂から上がっちゃおうと思った。湯船から体を起こして、シャワーザーっと流しながら体ゆっくり洗ったんですって。そんな洗ってる中、リビングの方から誰かがこっちに歩いていく音が聞こえるんですって。誰だこんな時間帯にと思いながらですね、その足音ずーっと聞いてると、風呂場の前だと思う。なんだと思ってると、扉の一枚向こう側から、お兄ちゃん帰ってきたの？女の子の声が聞こえる。なんだろうと思ってると、お兄ちゃん一緒に風呂入ろうよ、そう言われたんですって。うわ、妹か。お前そう思いながら、いや、お前さ、いくつになったと思ってんのよ。いい加減寝ろって、風呂も一緒に入んねえよ。と扉を押さえながら言うと、扉の向こう側で、いや、いいじゃん、お兄ちゃん。たまには一緒にお風呂入ろう。ねえ、入ろうって、ずーっと言ってくる。友達もですね、疲れてるもんですから、ちょっとずつイライラしてて、いや、だからさ、入んないって、いいから向こう行けよ、と言うんですけども、いや、もうさ、じゃあ勝手に入るからいいもん、と言って、どうやら、扉の向こう側で服脱いでるんですね。友達ですね、もう僕と同い年ですから、もう優に20歳は超えてますが、そんな妹と風呂入るなんてこっぱずかしいじゃないですか。いや、やめろって、いいからお前向こう行けよ、早く行けって、と言ってると、脱いでる気配がピタッと止まると、いや、じゃあもういい、一緒に入ってあげないんだから、と言って、足音が遠くにいた。気持ち悪いだろ？友達そう言ってこるんです。いや、お前さ、それ可愛い妹じゃんか、と僕が言ってると、いや、だってさ、お前知ってんだろ？俺一人っ子だぞ。じゃあ、その女の子って一体誰だったんでしょうかね。語り手の翔平でした。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいすごいすごい。冬なのにさらにこうね、冷えちゃった感じですよ。なんか震えすぎて体があったかくなる。逆にこう動いた。でも今の話、今日短いお話だったじゃないですか。うちのお店、毎時間45分から15分間解体があるんです。おお、15分ですか。はい。ですから今のは2、3分、まあ短いお話ですが、普段15分間やるんで、これ15分間の中でお客様をどんどん巻き込んでって、でもう嫌な気持ちにするっていう。もうね、しっかりともう起承転結きっちり語っていって作って、素晴らしいですよね。どうでした？いや、もうなんかこれはもっと聞きたいですよね。なんかさらにこう、多分持ちネタすごいいっぱいあるんですよね。あ、そうですね。今現在で僕この15分間のネタだけで52本あります。すごい。52本。すごいな。で、まあ階段ライブバーですからね、ライブの時間帯は45分から15分間で決まってますけども、残り他の45分間、お客様が退屈することもあるじゃないですか。そういう時に気軽に声かけていただければ、僕ライブ時間外でもああいう短いお話、何本でもやりますんで、ですからもう何だったらそういう短いお話も入れちゃったら、僕多分持ちネタ100本以上あります。すごいな。それはお得ですね。いっぱい聞けちゃうんですね。いっぱい聞かせます。ショートからロングまで。これはね、来るしかないです。いや、もうこれはね、来ないと分からない。本当に僕聞いてて、すごいオチをちょっと考えたんです。オチ考えたんですけど、全く違うゴールにたどり着いて、おー、そっち。そんなね、ライブはぜひ皆さんもね、来てください。はい、お願いします。そしてこれからまたゾワッとするゲームを、ゾワッとするゲームをさせていただきたいと思います。4人でね。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、じゃあゲームをやりましょう。今回のゲームは、翔平さんの方からルールをじゃあ説明していただいて。もう簡単なゲームです。はい。うちのお店、やっぱりいっぱいこう装飾に凝ってるじゃないですか。で、これどこに何があるか、正直、まあ、お客様、そしてスタッフもたまに分かってない時あるんですよ。あれどこにしまったの。で、そこを使ったゲームでございます。素晴らしい。うちのこの椅子たち、この椅子って収納ボックスになっていて、パカッ開けるんですよ。で、ここにお客様の荷物とか入れることが可能なんですけども、なんと今回、ここに準備した4つのうちの1つ、生首が入っております。生首ですか？生首が入っております。で、この生首を引いてしまった人、罰ゲームですね。そんな単純明快なゲームでございます。これは何で決めますかね？そうですね。じゃあまず最初に、じゃんけんして、勝った人から自分の箱決めましょう。そうですね。最後、一斉のせでパカー開いて、いいですね。はい、それで勝敗決めましょうか。いいですね。それでいきましょう。すいません。はい。罰ゲームのものとなる何か、罰ゲームをこれを当たった人はやるよっていうのをちょっと決めときたいんですけど、なんかありますか？先ほど紹介させていただきましたメキーラを飲んでいただこうかなと思います。もう早速じゃあメキーラをね、用意していただいて。メキーラとは何者かっていうのね、こちらでございます。きたー、メキーラー。うわ、マジでメキーラー。緑だからね、しかもね、目ん玉がやばい。外人さんの目ですよ、これね。よし、ちょっと僕この後も語るんで、本気で負けられない。負けられない。本当に負けられない。俺飲みに行くだけだから、こう。いくよ。最初はグー、じゃんけん、ファイト。おっと、まだわかんない。これまだ順番決めですか。まだわかんないけどね。よし、いくよ。最初はグー、じゃんけん、ファイト。負けた。最初はグー、じゃんけん、おい。っしゃい。おお、ここでタマ様ですか。ピース3連チャンです。はい。さあじゃあ選んでもらいましょう。どれを選ぶんですか。きさー。早かった。お。じゃあ僕はこっち。はい。いきます。はい。じゃあ翔平さん。ね、じゃあ僕はもう残り物には服があるので、ここ行きましょう。さあ決まりました。行きましょう。はい、立ちましょう。行きますよ。はい。3、2、1、ドン。ありましたね。おっと、何をあー聞いちゃったー。いや、僕さっきも言ったんですけど、語りある言うて聞いちゃったなー。でも一杯飲まなきゃなー。いやー、罰ゲームですからね。はい。じゃあ、やらせていただきます。このうちで採れた新鮮な目玉を使ったメギーラをですね、カッと飲んでるんで、皆さん見ててください。食べたー、飲んだー。味はどうなんですかね、これね。これカルピス味なんですよ、目玉が。ですからまあテキーラ飲むけども、この甘みで中和されて、なんとも美味しいお酒になっております。難しい。ありがとうございます。じゃあもう、皆さんも、うちのお店でテキーラ、どうですか？こんなに楽しい、間のライブは好きではないとですけど、皆さんいかがでしたでしょうか？最後に、店長からお知らせがありましたらどうぞ。はい。当館スリラーナイトは、月曜日から土曜日まで夜の6時から朝の8時まで営業しております。ワンセット階段ライブと飲み放題料金2500円となっております。毎日ですね、違ったお話を提供しておりますので、ぜひ遊びに来てください。はい、ちなみにこちら階段ライブはセリアナイトさんでウェブでこちらのドルドル TV 見て来てくれた方に何か特典はつけていただけますか？はい、ドルドル TV を見たという一言で、はい、サービス料が 10% を引くんですけれども、はい、こちらを 10% オフにさせていただきます。ありがたいことはね、はい、じゃあ、はい、安い、ね、価格でここいい買い物機でね、まあよかったらメキーラも飲める。買って。ちなみに翔平さんは僕からですか？僕個人はですね、どのように出勤してるかって言ったら、毎週違うんですよ。で、何曜日に出勤していて、どの時間かたって、これわからないんですよね。ですから、楽しみにですね、僕のお話を聞きたいって言ってきていただける場合ですね、当店、ウェブサイトありますんで、ウェブサイトのスケジュール見ていただければ、どの時間帯、誰が語ってるかわかりますので、ぜひともそれをチェックして見ていただければと思います。嬉しいですね。ここでね、皆さんチェックして、翔平さん見られた方はそちらで決めてください。というわけで、本日もありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。以上、階段ライブはスリラーナイトからでした。バイバイ。